第五、サンマルシャル警府標旅団は、スペイン陸軍の旅団の一つ。旅団司令部は、バスク州、アラバ県、ビトリアの北にある、アラカ軍基地に所在しており、同基地には演習場も併設されている。旅団の称号は、スペイン独立戦争の最終戦であるサンマルシャルの、戦いの勝利を記念してこの名が与えられている。スペイン内戦後の第二次世界大戦間。 交戦国の侵攻に備えて、ピレネー山脈沿い国境地帯の防衛を目的に第4および第6軍管区に2個山岳軍団、2個山岳士団の基地を置いた。第5三マルシャル旅団は1944年に編成されたナバラ軍団のソモシエラ士団を起源に持つ。やがて士団は、ワルシャワ条約機構軍の侵攻に備え自動車化された予備部隊として配備される。 1965年の国防戦略の変更に、伴い一般命令165-142に、基づき、第6地域防衛作戦旅団に改編される。この旅団は、国境防衛、重要点防衛、核兵器に対する行動、ゲリラ戦などが任務としてあった。1985年の陸軍近代化で、第52自動車化不評旅団に改編される。 ベルリンの壁崩壊後、北、大西洋条約機構は新たな脅威に対して備えるため、新戦略概念を策定した。加盟国は緊急展開部隊のために、各部隊を拠出し、未知の脅威に対応しようとする。1996年には新戦略概念の影響を受けている、ノルテ計画により、一部の防衛部隊に機動力を付与する。 第52自動車火旅団は2005年4月4日に、機動不評旅団に改編される。その後、遠征作戦を可能とするための軽不評旅団に再編成されるため、2006年4月11日に、第5、サンマルシャル軽不評旅団に改編される。旅団はこれまでに多くの国際任務に参加しており、ボスニア・ヘルセゴビナ、コソボ、イラク、バンダーチェ、レバノン及び、 アフガニスタンに派遣された実績がある。ありがとうございます。